イリノイ州在住のとある整備士は事故を起こした車両の撤去に派遣されました。するとひっくり返ったフォードレンジャーを見た彼に突然アイデアが浮かんでいきます。普通の人であればただの破損した車だと思うかもしれません。しかし男性の頭に浮かんできたのは全く新しいタイプの車両です。フォードレンジャーと F150 の2台のピックアップトラックを用意した男性、6ヶ月にわたり風変わりな車両の製作に没頭しました。この2台の車両を組み合わせ、もともと1台の車であるような錯覚を生み出したのです。乗客用の十分な空間がある車両は法的に道路を移動することも可能です。上部に設置された4つのタイヤは道路に触れているタイヤと同時に回転するため、どこに行っても周りの人を混乱させました。確かにたとえ駐車中であったとしても不思議な光景ですよね。緑の野菜を摂取することの重要性は多くの卸売企業が潜在的なバイヤーに対して説いていることなのではないでしょうか。英国のとある企業バーズアイは常識のさらに先を行っています。自社製品を促進しようとグリーンピース型の車を製作したのです。オフロードゴーカートのシャーシを基盤とし、これに複数のフォルクスワーゲンビートルの部品を加えています。見た目はおもちゃのようですが実際は違います。小型のホンダ製エンジンを搭載した小さな高速グリーンピースは最大時速100キロまで出すことが可能です。残念ながら商業目的で製作されたため一般道でお目にかかることはないでしょう。しかし広告で使用されてからかなりの認知度を得ました。噂によればこの変わった車はどこで購入できるのかと多数の問い合わせがあったそうです。1964年小型軽量のジープミニモークが米国で開発されました。英国の地形に適しているのではという考えのもと同国にて販売を開始。しかしミニモークは最低地上高が低く、オープンサイドドアが英国の気候にあまり適していないという理由から受け入れられませんでした。さらにより暖かい気候のポルトガルやオーストラリアでも販売を開始。観光客たちがより移動しやすくなるのではという考えがあったようです。しかし実際は四輪駆動車の娯楽用アクティビティ以外の目的で使用されることがなかったため人気はガタ落ち。しかし電気エンジンの導入とともに現在再び返り咲いています。当然といえば当然でしょう。最新版では最低地上高が高く設定されており、座席の快適度も増しています。お値段もより手が届きやすく設定、およそ$21,000程度で購入できます。車が通りを牛耳り始めていた20世紀初期、車両の一部は蒸気機関を動力としていましたが音がうるさいことが難点です。電気自動車も登場していましたが、街の外では動力を得ることができないためあまり支持されませんでした。しかしこの時代他にもおかしな変わったデザインが登場しています。1920年代初期レイアットヘリカが開発されました。この車両は翼を持たない飛行機とも呼ばれています。運転手はフロントに座り、後ろに1名乗客を乗せることが可能です。レイアットヘリカの空気力学に即したボディは飛行機のような構造になっています。主にベニヤ板でできていて、車両を前へと押し出してくれるプロペラがフロントについています。開発者は普通の車のパーツは車両に不要な重さを加えていると考えていたのです。当時スチールは他の目的での使用が重要視されていたため、開発者は解決策として軽量フレームを導入しました。およそ250キロの車両は最大時速171キロを出すことができます。聞こえはいいかもしれませんが、この車両には深刻な欠点があります。信じられないほど騒音がひどく、耳を保護するために本物の飛行機に乗る時のようにヘッドセットを着用しなければいけませんでした。道路上を移動するには最適な選択肢とは言えませんよね。しかし意外にもおよそ30台が売却されたそうです。1940年の燃料不足により開発者たちは輸送の形態の代替案を追求するようになりました。製図版の息を出なかった30年の時を経て、再び電気自動車に注目が集まります。ということで新しい電気自動車ローフエレクトリークは1938年に設計、1942年に製造されました。乗客1人分のスペースしかない三輪駆動の卵型車両です。
車輪付きの卵は電池パックから動力を得ています。一度完全に充電したこの小さな卵は最大100キロの距離を移動、道路での最大速度は時速70キロです。さらにこの小さな車両はかなり軽量です。たった350キロしかありません。現代にもこういう車があったらよかったですよね。どんな車両スペースにも入り込めてしまいそうです。ここでボーナス、270度ビューを誇るこの車には資格が存在しません。しかし残念ながら人気に火をつけることができず、生産されたのはたったの1台という結果に終わりました。ドイツ工学は自動車産業において常に高い標準を保っています。その期待をさらに超えてきたのがアンフィカーと呼ばれるとあるモデルです。なんと水中移動が可能でボートとしても機能するんです。タイヤは普通の車両よりやや低めに設定されて、一般道では謙虚な速度で移動します。しかし一旦水中へ入ると前輪が方向舵の役割を果たします。最高7ノットの速度で移動することが可能です。この車両がボートとしても車としても一番でないことを理解していた設計者たち。そのため道路を移動できる最高のボート、水中を移動できる最高の車両としてこの車両を売り出しました。船としては実はなかなか優秀です。数時間船着き場に止められていても全く水漏れがなく、多くの人は驚きを隠せませんでした。たちまち人気は高まり、1960年代にはおよそ4000台が販売されました。さらに自動車業界の他のボートカーのインスピレーションにもなっています。リムジンをハイヤーしてみたいと思ったことはありますか？飛行機と融合されたリムジンなんてどうです？727機と一般道をドライブする快感という2つの要素への情熱を一緒に実現したいと考えたとある男性。はじめに飛行機を手に入れた男性は機体から翼と尾翼を取り去り、飛行機のボディをメルセデスベンツのバスに装着しました。飛行機のような見た目の普通のバスといったところでしょうか。長さ16メートルのこのバスは世界最大のリムジンとなりました。40名ほどを輸送するのに十分なスペースがあるにもかかわらず、最大時速200キロまで出すことができます。操縦室はほとんどそのまま残されていますが、もちろんハンドルはリムジン運転用のハンドルに取り替えられています。もともとの折りたたみ式階段はそのままで、ボーイングリムジンへ搭乗するお客様を迎えます。驚くべきことに一般道での運転許可が登録されています。レンタルすればこの1万1000キロのリムジンは誰でも運転することが可能です。20世紀初期、車のエンジンの効率が格段に上昇しました。お手頃価格のガソリンが手に入るようになったことで、自動車の人気に拍車がかかったのです。1927年、複数の車の設計士が超高級な車両を発明しました。ご紹介しましょう。ブガッティ・ロワイヤルです。全長 6.4 メートル、重さ3000キロの史上最も豪華な車両です。現代生産されているセダンの平均的な重さの約2倍あります。しかし生産当初、世界経済は大好況状態にありました。残念ながらこの豪華な車は成功を収めることができず、ヨーロッパの貴族ですらこのような法外な買い物をすることに興味を示さなかったそうです。もともとは25台生産する予定だったものの、消費者の興味を引けずに3台のみが販売されました。生産ラインは結局7台生産した時点でストップしています。エンジンのデザインはフランス製飛行機のエンジンに基づいており、史上最大規模を誇ります。しかしブガッティ・ロワイヤルの不発を受け、残りのエンジンはフランスの鉄道システムに導入された、新たに開発されたハイスピードの自走式鉄道車両に再利用されました。1930年、発明家のジョン・アーチボルト・パーヴスは、彼自身が未来の高速車両になるであろうと信じていたとある車を生み出しました。レオナルド・ダ・ヴィンチが残したデザインから構想を得ています。ダ・ヴィンチの設計には何かあると確信したジョンは、電気動力で稼働するモノホイール車両であるダイナスフィアを製作しました。高さ3メートルのモノホイールは鉄格子製でレザーに覆われており、重さは約450キロあります。運転手座席とモーターはホイール自体に接続、固定されています。
はじめは運転手がどちらかの方向に体を傾けなければ操縦することができませんでしたが、後に運転を楽にするためにハンドルが搭載されるようになりました。最大時速50キロに到達することができます。ビーチでの娯楽アクティビティとして多少の関心が集まりました。8つの座席を備えた改造版も生産されています。しかし残念ながら設計者の作った巨大なホイールが道路を占拠するという夢は実現しませんでした。おそらく何かの物体に激突しない限り車を停止する方法を思いつけなかったんですかね。